こんにちは、シアロディです。 えー、昨日の動画ちょっとだけ振り返らせていただきたいんですがこちらですね、えー、アディダスとカニエがですね和解したということでお話をさせていただきましたまあカニエっていうか今は家なんですけどね、はい、それでですねちょっとだけ補足入れさせていただきたいんですが、えー、昨日ねお話したこの動画のサムネ見てカニエとアディダスが和解したことによってアディダス EG シリーズのスニーカーの新作とかがこれからまた出るんじゃないかとか、えー、契約継続するんじゃないかというふうに思われた方いるかと思うんですけども、えー、それはちょっと違ってですねこれはアディラスがカニエに対して カニエの一連の言動によってですねアディラスの、まあ、例えば株が落ちたりとかですねあと売り上げが減ったりとか、まあ、そんな感じでですね不利益を被ったということでアディラス側が損害賠償をねカニエに対して起こしてたんですよそれもかなりの額だという,ふうなことなんですけれどもその裁判を和解したという,ふうな話だったんですね和解内容に関しては今非公開というかねまだ公開されているところ少ないんですけれども一応ですね金銭的なやり取りというのは発生しない和解になったということとあと今後は両者全く別 その道を行きますみたいなことでででっっりりとこれで関係は終わりですよっていう風なそういった話し合いになったそうですねそれでアディダスはまだね未だにイジー系のねスニーカーのシリーズ持ってると思うんですよ在庫でなのでその在庫に関してはおそらく今後ね、えー、セール品として来年の3月までは一応売る予定だそうなので、えー、ちょいちょい出てくるんじゃないかなと思うんでイージー系のスニーカー好きな人にとってはですねもう来年の3月までがラストチャンスですよという風になってますんで念頭に置いていただければという感じですね、まあ、そんな感じで昨日はアディダスについての話させていただ 今日はです、ね、ナイキの話とということで、まあ、皆さん多分ねもう知ってる方は話題になってますんで多いかと思うんですけれどもあのエアジョーダン1の OG のつま黒リーマジンとありますよね僕何回も今までね動画で特集させていただいたんですけれどもあれがですねなんとあさって発売ということで先行発売されることになったんですねその話多分ねもう知ってらっしゃる方も多いかと思うんですが今回この先行発売っていうのはすごい特殊なんですよねというのが限定アクセスでの販売になるってことなんです ですね、しかし、これがです、ね、通常の限定アクセスとは違って小売店の限定アクセスなんですね。 また面白い方法というかね、また今までと違う方法を取ってきたなと思うんですけども、これについて今日はね、ちょっと解説をさせていただいてですね、今まで2月に発売って言われてたやつがなんで11月に発売なんねっていうところについても、えー、お話をしたいと思いますし、今後これらがナイキ経由で、えー、スニーカーズとかを通して発売されるのはいつになるのかっていうところに関してもですね、ちょっと考察してお話をしたいなと思います。まあかなりテンション上がる話ではあるんですけれども、えー、僕はね、限定アクセス来てません。皆さん来てますかねどちらにせよ今日一番注目されている話題 じゃないかなと思いますので、ここからね、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。それではここから詳しくお話をさせていただきます。今回はね、マクロリーマジンドエアジョーダンははいですね。え、これが発売になるということなんですが、これ先行発売で。もともとね、前までの僕の動画の方では延期しましたよというふうな話をね、させていただいたと思うんですよね。しかもその延期になった日っていうのが2月1日に発売されるということが、え、にされている情報なんですよね。まあ、リーク情報ではあるんですけども。なんですけども、メディアによってはですね、スニーカーメディアによっては2月の15日から17日ぐらいになるんじゃないかというふうにもうわ 刺されてたんですよねそれが今の時期もう2日後にね出るっていう風に言われたらびっくりしますよねなんでってなりますよねまあ、元々のね発売日っていうのがもうちょっと早かったんですよね日本での発売日っていうのはねちょっとわからなかったんですけれども海外では10月18日に発売になるっていう風に言われていて実際にね海外の小売店の方では10月18日にスタンバイしてるとこもあったんですね販売ページ前回の僕の動画こちらですねこの延期になりましたよという風な動画がありましたこの中で僕は言ってたのがですねソウル整備っていうねスニーカーコミュニティがあるんですけど こちらの方でで、ね、言われてた話でブラックとリーマジンドエアジョーダンはもともと2024年10月18日にフルファミリーサイズで発売される予定でしたがリリーススレートにはもうありませんいくつかの小売業者が今後のリリースの在庫をすでに受け取っているためこの遅延は驚きですジョーダンブランドはこのような豊かなバックストーリーを持つスニーカーのリリースに対する生ぬるい歓迎に対しより強調的なマーケティングとストーリーテリングの取り組みで製品を再編成し再発売しようとしている可能性があります といいう,うに言われていたんですねこれはナイキからですね直で卸ろしてもらっている小売店ってありますよね世界の店舗のですねいくつか一部に関してはですねこのツマクロリーマジンドを10月18日の当初の販売の予定の日に合わせてもうすでに卸ろされてたってことなんですね要するに在庫があると店舗の方に来てたそうなんですよなので先ほど言ってたみたいな感じのですね一部小売店、まあ、インドの店舗なんですけどもここは10月18日に発売しますよってアナウンスしてたんですよねだけど先ほどのねレポートの中で言われてた生ぬるい歓迎 え、これによってですね、ナイキがもう一回ね、ストーリーテリングしたりとかして、いろんなね、その付加価値をつけたりとかして、売れ行きを良くするためのマーケティング期間を十分儲けようとしたっていうことが書かれているんですね。そのために当初予定していた10月18日から延期して、来年の2月頃までにしようと思ったっていう風な話だったんですね。なので今ね、二次流通とかに出てるものはそういった、え、ろされた小売店の方からのおそらく流出分、バックドア分だと思うんですけれども、え、そんな感じでですね、もうすでに一部小売店に卸ろせるほどの数は作ってたっていう風に言われてるんですね。 そういうこともあって、来年の2月ぐらいまではですね、おそらく僕は一部、そのね、ショックドロップとかで落としたりとかして、高出しにしていってですね、売っていくとか、あと反則 PR のために、注目度の高いアーティストであるとかね、インフルエンサーとか、そういった方とかにですね、履いてもらって、PR の動画作ったりとかして、それを流してっていうので、まあ反則活動をするんじゃないかなと思ってたんですよ。なんですけれども、急にあさって、11月の3日に、ね、発売されるということになったっていう話なんですね。で、これどういう話かっていうとですね、 実は国内の小売店今のところね僕が把握しているだけでは4つの店舗がね、えー、対象になっているってことなんですけども1つがアトモスそしてアンディフィーテッドユニオンそして最後がフォーゲットミーノーツーということでまあ僕がね把握している中でもしかしたらもうちょっとあるかもしれませんけどもこの4つの店舗で限定アクセスがあるということでですねなかなかね珍しい展開になっていますで何が珍しいかというとまずこの小売店でね限定アクセスするっていうことが珍しいですよねもちろん店舗によっては そういいっったこことととをやってるるろもあるかと思います限定アクセス、限定オファー来ますよみたいな感じでね抽選会みたいなやってるところあるかもしれませんがそれって基本的に応募してねその応募の結果であなたは当選ですよみたいな感じでやるような、まあ、通常、抽選と呼ばれるようなやり方でやること多いと思うんですけども今回はまあ強制的と言ったらあ,あちらが選んで送るみたいな感じの本当にね、えー、ナイキのスニーカーズでやってる限定アクセスと同じようなやり方で限定アクセスを送ってるみたいなんですよ。で実際にこの4つのつ店舗の 限定アクセスが、えー、来た方来てない方っていうのがね明暗が分かれてるというかね結構区別されてるみたいなんですよ僕は全店舗届いてないですけども届きましたという視聴者の方からこんな DM もね頂い,いてます、えー、ちょっと読みますね突然の DM すみませんアトモスユニオンアンディフィーテッドのアプリからマク黒ジョーダの店舗抽選を受けれる限定オファー出てます僕はアンディのみ通知来ましたということで、えー、こちらスクリーンショットをねつけてくれたんですけれどもこれアンディフィーテッドの方から来たやつらしいんですが AJ1HiOG ブラックとリ リーマジンドの販売方法についてということでねこれ今日の今朝9時に来てるみたいですねえそしていつもアンディフィーテッドをご利用いただきありがとうございます11月3日アンディフィーテッド渋谷店アンディフィーテッド大阪店にてエアジョーダン1レトロハイ OG ブラックとリーマジンドの抽選販売を実施いたします下記内容を熟読いただき抽選にご参加くださいということで販売条件が書いてますその抽選販売条件は1この通知を受け取ったお客様ご本人2エアジョーダン1を着用されているお客様ローミッドハイ問わず3 写真付きき身分証明書ののアプリ内マイページのお名前ととさせていいただきますということでねその条件が書かれれていいるととうここなんですけれどもこの条件見ていただいてですね、ドレスコードが一応あるんですけども、結構緩いですよね。何の冗談でもいいですよと、冗談1であれば、ミッドまで含まれているというところがね、割と優しいなというふうに思うんですけども、本人さんしか行けないということでね、家族とかね、友達連れて行くっていうことはできませんよということなんですが、えー、こういった限定アクセスが来たということですね。あれですね、そのスニーカーズでいうリザーブありますよね、スニーカーズリザーブ。 あれに近い感じでこうういいっったたものがあったということここですねこれはアンディフィーテッドから来たメールというかね通知ということなんですけれどもアトモスとか、ね、ユニオンとかっていうのもこういったものをねおそらく同じような内容で送ってると思うんですよ受け取った本人様だけがいけると身分証とかを提示して確認ができたら買えますよというか抽選参加できますよみたいなそんな感じだと思うんですよねでこれがねどれぐらいの数配布されたかちょっとわからないんですけれども僕はね多分結構少ないんちゃうかなとは思ってるんですけどねえ僕の周りでは てる人いなかったですし僕もね、一つも来てなかったんで、割と狭きもんじゃないかなと思うんですが、突発ですよね、ものすごい。明後日ですからね。明後日ということは、明後日11月3日はね、日曜日なんですよ。だからね、普通に平日仕事してる人だったら逆に行きやすいかもしれませんけれども、そうじゃない方は来ても、ちょっとね、受け取りに行かれへんわっていうようなね、方もいるかもしれませんが、そこはまあ、んで仕方ないところかなっていう感じですが、書いてたみたいに、東京だけじゃなくて、今回ね、渋谷とね、大阪アンディフィートの方を変えてましたけれども、店舗は東京に限ってない っていうところがね、かなり僕はいい感じかなと思うんですけれども、店舗を東京に限ってないところはね、いいところかなと思います。まあでもこれね、例えば沖縄に住んでる人だったらね、東京も大阪も行きにくいですよね、北海道住んでる人とか。だからそういったところとかはね、ちょっとどうなんかなと思うんですけど、あれですかね、もしかしたら通知来てる人ってその大阪、東京、近郊の人しか来てないとか、そんなんあるんでしょうかね。ちょっと僕はね、来てないんでわからないんですけど、もしね、これ通知来てる方よかったらね、教えてください。コメント欄にね、参加して教えていただければと思いますけれども、それで販売価格に関しては多分ね、 このアメリカでの価格が180ドルということで今まで出ているレギュラーのエアジョーダン1と同じ価格なんで26,950円かなと思います、まあ、最近割と、ね、エアジョーダンは高いですからこのぐらいの値段は、ね、仕方ないかなと思うところですが、はい、もう先行販売ということで、ね、だいぶ先行ですよね本来はまあその2月っていうふうに、ね、言われてたぐらいなんで、まあ、あれも公式が発表してるわけじゃないんでね元々も,も,もしかしたらその、ね、11月この今ぐらいの時期に発売しようというふうにリスケしてた可能性もあるんですけどねただやっぱり、ね、公式の情報がない上で リークとしては2月といううに言われてたと考えるとです、ね、あさっててっていうふうにね、えー、びっくりした方もいるかと思いますけどもね、はい、それで今回、これがね、珍しいのが、小売店舗のやってる企画というか、限定アクセスっていう風なね、販売方法なんですが、全部足並み揃ってるんですよね、えー、全部の4店舗、僕の早くしてる、今回ね、このブラック等を売る、先行発売する4店舗は、全部同じ日、11月3日に発売するっていう風になってるんですよ。ということはです、ね、これ、おそらくナイキからね、ゴーサインが出たんやろ。 なと思うんですよナイキがもうすでにその在庫をねお渡ししてる店舗の方にこれ11月3日売っていいですよっていうふうに言ったんかなと思うんですね本当にね推測するところでしかないんですけどねもう想像するとこしかないんですけど今もし在庫をね売る分その店舗さんとかに渡してるとして発売時期がもし来年とかね2月とかに何年やったらやっぱり長いこと倉庫に置いとかなあかんじゃないですかそうなってきたら倉庫をも圧迫してしまうから一部売っていいですよというふうにー出したというふうなことが考えられますよね、まあ、それともう一つは、まあ、これもプロモーションの でまずその先行発売として11月3日あさってに先行発売、えー、小売りの方からしてもらってですねまあ、変則的な売り方することでおそんなやり方やんねやみたいな感じのその何て言うかなドラマ性を生むというかエンタメ性を生んでるっていうのはそういう感じなんかなと思いますねだからこれ自体がプロモーションであるっていうふうなそういったことも考えられるかなと思うんですね今回のこの先行発売の後に本発売が来るっていうふうになると思うんですけれどもその本発売はじゃあいつになるのかってことなんですが、まあ、2月にね本来は初 発売するっていうことは僕はもしかしたらこれ2月じゃなくてもっと早い段階11月後半とか今年中に発売するっていうふうにリスケした可能性あるなと思いますねじゃないとねやっぱりねちょっとあまりにもねちょっと感覚空きすぎじゃないですか先行発売が11月3日で来年2月1日って3ヶ月空くわけですよねまあその間ねやっぱり話題を保っておくっていうのは大変かなと思うんでその話題が濃いうちというか話題 いいいうちに売っていくのがいいかなと思うのでそれ考えるとこの11月3日に発売した後本発売は今年中っていう感じになる可能性が僕はあるんじゃないかなと思いますねそれでどういうふうな販路で出るかということなんですけどももちろん今回ね発売先行でしている、えー、店舗っていうのは小売店じゃないですか、まあ、いつもね冗談売ってる小売店ですよねこの4つはなのでここからももちろんね追加で出ると思うんですよそれも思いますしあとやっぱり在庫一番持ってるのはスニーカーズかな と思うので、スニーカーカズかから出るんじゃないかなといいととうころでですねでこれが例えばショックドロップであったりとかね限定アクセスであったりとかみたいな感じの方法でもしかしたら近々ナイキの方からも先行発売されてその後ですね今年中にまた本発売としてですねいつものあの9時から抽選のスニーカーズでやるやつあれになってくるっていう風な流れもありえるんかなと思いますねまあいずれにせよですねこれが発売時期が早まったというところに関してはですねまあ今回先行発売でそのね通知が届いてる届いてない っていういろいろね、皆さんあると思いますけれども、なんですけれども、発売されるということに関してはもう確定というのが分かっただけでもちょっとまあ安心したなと、欲しい人間からしたらね、そういうふうに思いますね。で、今回ね、その限定アクセスっていうのが店舗のね、抽選のやつなんですよね。なので、店舗にね、行って買うってことは、その日のうちに手に入るわけやから、11月3日にはもうね、手に入っている人がたくさんもういるってことですよね、国内に。っていう状況になるんでね。運よくゲットできた人は高みの見物でですね、もう今後の 販売状況とととかかっていうのを見るることができるんかなと思いますねあとね、ちょっと気になったところなんですけども、これ、今回、この4店舗でやってるじゃないですか。これね、店舗間で多分、その会員登録状況って違うと思うんですよ。全部の店舗が、そのアプリのね、会員になってる人に対して、今回の通知限定アクセスの送ってると思うんですね。ってなってくると、この4店舗で情報共有って多分してないと思うんですよ。僕の思うところによると。だから、おそらく2店舗限定アクセス届いたっていう人ね、通知来たっていう人もいるんじゃないかなと思うんですよね。アトモスという みたいいななな感じじでであるんんゃないかなと思うんですよねその場合とかってどうなのかなと思ったんですが、だいたいね、これ、お店の方がね、かぶってるみたいなんですよね。販売する時間がね、足並み合ってると思いますんで、えー、なので、その店舗にね、複数はしごしていくことは多分できないんじゃないかなと思うんですね。まあ、僕、通知来てないんで、他のやつね、DM いただいたそのアンディフィテッドのやつだけ、一応発売時間とかっていうの詳細見れたんですけど、他の店舗に関してはちょっと見れてないんで、えー、付き合わせてみると、もしかしたらね、ずれてて、この店舗からこの店舗やったら別にいけんぞみたいになって、似て 店舗ねねしごするる人いるかもしれませんけど、ねうん、でも多分足並み合わせてるんじゃないかなと同じ時間にね発売するって形になってるんじゃないかなと思うんですけどねまあ何せよもうちょっとねかかると思ってた、まあ、来年2月になると思ってたこのつまクロが発売されるっていうことに関してはねすごく喜ばしいことやなと思います店舗での限定アクセスっていう新しいやり方やってきたところもね面白いと思いますし、えー、あとはもうねナイキから発売されてスニーカーズで一斉にね抽選開始とかのねいつもの9時からのやつあれになったらいいなと思うんですけどまだねちょっと発売 情報ナイキ側の公式かかからら出てきてきななないいんででそれはどうなるかは分からないところですねしかし、発売方法凝ってきましたからね、もしかしたら今後ね、よくわからない別の方法も取ってくるかもしれないですね。と言ってる間にですね、視聴者さんからちょっと情報をいただいたんですけれども、どうやらね、これ地方の人とか、東京にいる人とか、大阪にいる人とか、関係なくね、この特別オファーとか、限定アクセスで来てるみたいですね。はい、各社から来てるみたいなので、なので、行けない人もいるみたいですね。自分のいる地域的に、うん、そこまで行くのはちょっと無理ですっていう人もいるみたいですね。 あとねやっぱりこの発売のですね抽選のタイミング時間というのは午前10時にアンビディフィテッドであったりとかあとアトモスの方はですね9時半から、ね、やるみたいなんですけどもっていう風にですに、ね、なってるんで多分両方とも並ぶということはできなさそうな感じですねはいっていう風になってますんでおそらくはしごはできひんやろうということがね、えー、ちょっとこれで分かりましたねあとね今ねちょっと気になったんでスニダの方を見てみたんですけども今回プレネ、ね、めっちゃ落ち着きそうですね5万とかいかないぐらいの取引になりそうな気がします いずれ普通に販売されたらねだから今回のこのつまクロね先行来てない人も割と普通に発売された時に手に入る確率っていうのはそこまで低くない可能性ありますね、まあ、3人に1人ぐらいは手に入るみたいな感じになったらいいなと思うんですけどどうでしょうね、えー、そこまでいくかどうかっていうのは数即数によりますよね今回のねこのつまクロリーマジンドは前からね言ってるみたいにそのプロトタイプのね発売されたことのない仕様のやつなんでウイングロゴじゃなくてエアジョーダンっていう風に書いてるレタリングになってるんですよね、まあこれは ここれはこれはで、ね、熱いなと、ジョーダンが首から下げてたやつやからね、熱いなっていうふうに僕は思うんですけども、ここに関してはデザイン的に好き嫌いが結構あって、毎回毎回このつま黒系の動画を出すたんびにですね、ウィングロゴの方が良かったっていうふうなコメントが続いたりとかするぐらいなんで、やっぱりね、えー、そこに関しては人それぞれ好みもありますし、ウィングロゴバージョンのやつが欲しい人はですね、ちょっと今回スルーする人も出てきてるんかなと思うんで、えー、そう考えると、ちょっとあれですね、マニアックっていうか、ジ、え、ョーダンファンであったりとか、あとね、サンプルモデルですよ っていうのはそういったストーリーが好きなちょっと熱い人の方が買う人は多いんかなと思うんでだからちょっとね抑えられた金額での取引になるんじゃないかなというふうに思いますね多分僕ねもっといくかなと思ってたんですけどね過去のつまっ黒のことを考えたらねもう10万とかで取引されてるのあったりしますよねだから最新バージョンでねしかもヴィンテージ加工とかもしているし、うん、なんかね僕はこれ面白いなと思ってね欲しいんですけど逆にねプレね結構落ち着いてよかったなというふうにね見てますけど今はね、えー、まあでもね11月3日になった時に逆にめっちゃ数少なくて先行発売で販売 されたのがねえ各店舗10足ずつとかやったらもしかしたらえ値上がりする可能性もありますけどね本当にね即数によるんですねこれは僕的には多分即数今回多いと思うんですよめっちゃ実はだから今回先行で買えなくても後ほどね一般発売で買えるっていう風になった時も割とね穏やかな抽選になるっていう風な可能性もね十分考えられるかなと思ってるんですけどねじゃないと在庫ある状態でわざわざね送らせないですもんね発売をまあそんな感じでですねいろいろ考えられるところあるんですが全てはもう本当にね推測の域を超えないことなんです ね。だから数が少なくて、これがめっちゃ希少なモデルだったとしたらですね、えー、あさっての11月3日の先行発売買える人っていうのは超ラッキーですし、なんせ多分ね、その2月に発売されるって言ってたやつを11月に持ててるっていうことがね、嬉しいごさんじゃないですか。だからね、11月3日、あさってのですね、抽選応募に参加できる人はね、ぜひ買っていただいてですね、US カに浸っていただくのがいいんじゃないかなと思います。通知が来なかった皆さんを僕と一緒に一般発売を待っていただければと思います。 はい、ということでいかがだったでしょうか、えー、今日はですね、もうタイムリーな話ということでね、えー、今日の9時にアンディフィテッドの方からは通知が行って、で、えー、12時ぐらいに確かアトモスから来たみたいなそんな感じだったと思うんですけれども、えー、今回のね、つま黒のリーマジンドの先行発売の通知がありましたよということでした。珍しい限定アクセスという方法でね、あったということですけれども、ナイキも多分売り方色々ね、模索してるところあるんでしょうね。まあ、今までのやり方以外にもいろんな方法で販売するということをね、考えてるんじゃないかなと思います。まあでもこの意図的な その販売ずらしみたいなことをやってるんじゃないか疑惑はえこれでね割と出てきたなって思いますね2月発売と言われているものが今出てきてるってことはねうん多分これが信憑性高いんじゃないかなっていうところもありますよねで今回ねこれ通知できたってことなんですけれどもまあスニーカーねこの販売店からのその通知とかってオフにしてる人割と多いんじゃないかなって今思ったんですけどスニーカーズとかだったらなんか通知来てほしいじゃないですか限定アクセスとか来たらね気づけるようにだからオンにしてる人多いと思うんですけどもこのアトモスとかねユニオンとかそういう小売 店の方でこういう限定アクセス作ることって基本的にあんまりないからオフにしてる人もねいるんじゃないかなと思うんですよ通知をねオフにしてる人アプリ開けてみたら実は来てるかもしれないですよこの限定アクセスなので一回ね見てみていただければと思いますねということで今回はツマクロリーマジンドの先行販売についてお話をさせていただきましたが皆さんはこれ通知届きましたかね僕は言ってたみたいに届いてないんですけども皆さん届いた方届いてない方いらっしゃるかと思いますよかったらねこういった情報もあるよみたいなことがあったらですねコメント欄に参加して聞かせていただけ ただと思います。そしたらね、情報共有として皆さんにも伝わるかなと思いますんで。ただ、これは先行の抽選販売なんでね、今回のこの通知っていうのは。なので、限定アクセスとして受け取った人もですね、必ず買えるわけじゃないんですよね。っていうことがありますんで、行っていただいて運試しになるんですよね。だから、まだ今の段階ではぬか喜びはできないっていう感じなんで、この先行販売の通知来た人ね、限定アクセスを受け取った方は買えることに乗っております。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。CRD でした。 消耗品くらいが俺にはちょうどいいどうでもいい汚れてもいい壊れてもいい取られてもいい聞いたことないけどそんぐらい特別じゃなくてもオンラインにラフなインラインラフなイラインラ